ミドラール朝は、スイジルマーサを支配したベルベル系のイスラム王朝。ハワーリジュ派であったという伝説を持ち、後には、アッバース朝カリフの名で太葉を読んでおり、スンナ派を報じたものと思われるが、ファーティマ朝とアトウマイヤ朝との交想の中で、イスマイール派も報じた。ミドラール朝の起源は、シジルマーサの町の起源と同様、いくつかの伝説が錯綜して、はっきりしない。第一説は、 アブルカーシムサムグイブンワースールミクナースイーをその起源とするものである。ミクナースイーの中からアラビア半島のミクナーサ族とのつながりが示唆されている。また彼はハワーリジュ派の宣教者として伝説化されたイクリマから教えを受けたともされる。この伝説は次のようなものである。後にスイジルマーサとなる周辺をマキチとしていた集団があった。彼らは8世紀半ば頃に イスラム世界の中央政権たるアッバース朝にバスラで反抗しようとして失敗したスフルハハワリジュハムスリムであったという。その指導者はイーサー・イブンマズヤド・アスワド、すなわち黒いイーサーという父の代にイスラームに回収した黒人であった。彼は指導に失敗し15年の統治の後772年に処刑され戦術のアブルカーシム・サムグが後を継いだ。 そしてこの集団が、徐々に都市を形成し、スイジルマーサとなった、というものである。そしてサムクの子が次、さらにその弟アブルムンタスイルアルヤサーが次、ダルアを征服し、スイジルマーサの城壁、城門を築いたという。第二節は818年のラバドの乱に参加して、逃亡してきた、コルドバのミドラールという鍛冶屋が、マグリブ内陸部に落ち着いた場所で、 アンダルスからの亡命者がマグリブに逃れてきた者たちが集落を形成し、これがスイジルマーサになったというものである。この説はさらに第一説と混交し、ミドラールがイクリマの弟子であって黒人であったとするものもある。両説は年代的に並立しない。確実なのは第一説のアルヤサーのことされる、アブーマリク・アルムンタスイル、イブン・アルヤサー、ミドラールからである。 系譜的には、第一説が詳細であるが、その名祖ミドラールの由来を取るならば、第二説となり、確定し難い。礼拝の前後に行われる定型的な説教。ここで時の支配者に言及することが、不分立であるため、説教者がどの政権を報じているかが、明らかにされることになる。ありがとうございます。